今年の群馬のチャンピオンが決まります。皆さんよろしくお願いします。そして決勝戦なんで僕一人じゃなくて皆さんと一緒に決めたいと思います。俺がレディーって言ったらファイトって言ってもらってもいいですか。俺がレディーって言ったらファイトって言ってもらってもいいですか。行きましょう。 UMA 2018群馬予選決勝戦です。先攻小池義典、後攻クマ、ビートは DJ アイディア、16小節日本勝負、レディー、フリースタイルだ。完璧に作り上げることは不可能だから、マイクロフォンアクション、オリジナルな発想、右の脳と左の脳が結合、お前たちを誘導させてやるぜ。誘導尋問みたいなバビロンにはバックオフしながら進む己の道、俺には溢れてる慈愛と慈悲、包み込む懐、器のデカさが何より大事。教わったラッパー群馬にはまだたまにいるぜ、イカレットマルフォーカー。唯一無二の存在になりたくて必死こいて踏み出す、このブレーキなしのアクセルペダルだけで今も走行中。アクセルペダルなんてもんはとっくに取っ払っちまってる、もうここまでノンストップで来てるぜ、みんな待ちわびたジャイアントキリング。いや、そうだろう、遠物若手って何度も言わせてもらうけれども、やっぱり最後に残っちまったのは俺と小池さん。群馬の一番をここで決めるんだ。いや、16日本は2年前に俺は確かやったか、あの時はクソガキだったな。俺はちっともうまくできないで2年間かかってやっとここまで来たんだよ。それが分かんねえ MC、 いや、あんたもずっと待ってた、それだから分かるはずだろう。でもあんたはもうすでに東京へと羽ばたいてる、俺は群馬にしかまだいねえんだよ。いや、そんなん言い訳にしか聞こえねえ、群馬にしかいれねえ、東京に行け、そんで帰ってこい、何回でも行ける。今は新宿、湘南新宿ラインってのがある、あれめっちゃ最高、揺れながら目的地まで2時間もかからねえ。そんな現場で都内の売れてるラッパーたちを肩並べ合える、お前の都合のいいような話じゃねえ、お前の腕を試せ、そんでそこで思いっきり自分の位置を知れ、群馬に帰ってきて改めてわかるぜ、この街の素晴らしい過酷さ、ここを越えて生きてるんだ、そう思った日から UMB は俺にとっちゃ宝箱、鍵を開けるには今は420はいらねえ、大丈夫だぜ。東京に行ってねえなんて一言も言ってねえ、東京でぶん殴られて帰ってきてんだよ。それが分かんねえなんて伝わらねえ、俺は悲しいぜ。しっかりとこうやって目と目を合わせて会話ができてるのに、俺は若いやつ、特に東方のやつには夢を見させて、北方のおじさんたちが取るのはもう終わり、もう風はここまで来てるぜ。いや、しっかりと俺の追い風に乗って今日何度も言ってる、羽ばたいてる。ここまで行ったら説得力もバッチリ出てきてるだろう、群馬からバッチリ羽ばたいてくぜ。あ、ジャンボジェット機、いや、そんないいもんじゃねえよ、もっとチープに湘南新宿ライン、俺は千葉に足を張って揺られてるぐらいが調子いいぜ。終了。さあ決めましょう、群馬の代表です。皆さんどちらか一方でよろしくお願いします。いきます。まずは先攻小池義典、続いて後攻クマ、まずは小池義典、バイシーの皆さんよろしくお願いします。いきます、レディージャッジ、優勝は小池義典、クマにも大きな拍手。